Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセ講師のやすこです。中級から上級の方は、学習した文法事項をしっかりと定着させて使いこなすことができる。自分の弱点を見つけ、克服して弱点をなくしていくことが大切です。積極的にフランス語で会話し、学習した文法事項を会話で役立たせましょう。ステップ1、アンサンブルオリジナル文法チェックシートを解いてみて、完全に理解できていない項目を確認しましょう。ステップ2、自分の持っている文法テキストなどで理解できていなかった項目を復習しましょう。苦手な箇所がはっきりとわかるので、ピンポイントで復習することができます。ステップ3、レッスンで講師と一緒に自分が理解できていなかった部分をさらにしっかりと復習し、弱点を克服しましょう。チェックシートの結果をもとに、次のレッスンでは何を学習したいか事前に講師に伝えておくと、スムーズに学習することができます。ステップ4、学習した文法事項をできるだけたくさん用いて、長めの文章で日記や手紙を書いてみましょう。